スと申します。私たちは一応去年で引退してるわけで、わざわざこうやって踏んでもらったり、前のバンドに迷惑かけたりして出る必要はないと思うんですけど、私は1回戦の時はバンガリモーシがすごい好きで、優勝ぐらいの時でもう引退したくないし卒業したくないなってずっと思ってて、そういう未来にはならなかったんですけど、こうやって人前でライブしてその時に感じてるなんか楽しいって気持ちとかは本当に自分が感じてるものだと思うし、それもとんがり帽子でやってるからこそそう思ってるかなってなると思うので、またそういう気持ち取り戻せるようにまた出ようと思ってこうやって組んで出させてもらいました、はい、すいません、前の方とかここの3人とか本当にありがとうございます。ここまでコロナもあってサークル自体が続けられるかとかもあったと思うし、幹部の人とかがすごい頑張って今の3回生とかが入ってきてくれたから今があると思うんで、本当に感謝しています。ありがとうございます。この後の楽しんでいってください。次で最後の曲です。ありがとうございました。
銘柄を与え